インド料理。インド料理は、フランス料理、イタリア料理、中国料理、日本料理などと並ぶ、世界的な料理スタイルの一つである。特徴の一つは、様々な香辛料、スパイスを多用することであるが、インドは大陸は広大であり、地域、民族、宗教、階層などによって、多くのバリエーションがある。北インドの料理は、 イランやアフガニスタンなど中東の食文化の影響を強く受けており、ナーン、ジャパーティー、ローティーといったパンを主食とし、牛乳やダヒー、ヨーグルト、パニール、フレッシュ、チーズ、ディー、スマシバターなどの乳製品を持ち、スパイスとして、クミン、コリアンダー、シナモン、カルダモン及びこれらを配合した、ガラムマサラなどを多用する。米は、 香り高いバースマティーラネが好まれる。ムルグタンドゥーリーなど、タンドゥールを用いた調理法も北インド料理の特徴の一つである。インド国外のインド料理レストランは、パンジャーブ料理とムガル帝国の宮廷料理、ムグライ料理を提供する北インド料理店がほとんどである。南インドの料理は、米飯が主食であり、乳製品よりもココナッツミルクを多用する。 またスパイスも北インドの国民の代わりに黒ラ子の種やカレーリーフ、大葉月吉の葉音で用いる。油は銀よりもマスタードオイルやごま油が多く使われる。菜食主義者が多いため野菜や豆の料理が発達しているが、一方で魚を使った料理も多くある。北インドで潮流種、インディカ種が使われるのに対し、南インドの米は丸く、外見は、 ジャポニカ種に似ている。しかし粘り気は少なく、粘り気を抑えた、炊飯法が好まれる。北、インドほど油脂を使わないため、料理は、比較的あっさりしている。生産、ミールスは、バナナの葉を皿代わりにし、飯、サンバール、ラッサム、ヨーグルト、アチャール、チャツニー等を盛り付け、手で混ぜて食べる。東インドのベンガル地方及び、バングラデシュで食べられている料理。 フェンネルシードの種、フェヌグリーク、黒柄子の種、クミンを合わせたという配合香辛料を風味好きによく用いるか、白い消しの実、ポスト、ポーストをしばしば煮込み料理や、チャプニーなどに用いるのが特徴。炭水魚はカーストを問わず非常に人気があり、ジョル、ジャホルというスープにしたり、ダール、サッカはして二つに割った小粒の豆類と一緒に煮込んだりする。他の名物に、 苦味のある野菜の煮物、シクト、シクト、または、シクタ、シクタと、チェナー、チェナを用いた、カシ類、チャムチャム、シャンデンシュ、他などがある。ゴアのカトリック教徒の料理は、旧宗主国ポルトガルの料理の影響を強く受けている。インドでは珍しく豚肉の消費が盛んで、リングイーサなども食べられる。ゴアの有名な料理には、肉を酢とニンニクで煮込んだ、ビンガル、ビンガル、 鶏肉や、洋肉の煮込み料理シャクティ、ザキアティ、豚や羊のもつを煮込んだ、サラパテル、鼓型をした、パン、ポイー、ポエー、ケーキとプディングの中間のようなデザート、ベビンカ、ベビンカなどがある。戒律を理由として、ヒンドゥー教徒の上位カーストのものやジャイナ教の、菜食主義のための料理が古くから発達している。その他にも、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、 畜教など菜食をする宗教が多い。イードあルイコールはドハーなど、肉の消費が宗教儀礼の中で重要な位置を占めるイスラム教では、肉食が肯定される。また、土地区業に携わるダリット、不可食民の社会では、肉を食事に取り入れてきた長い伝統がある。このように、インドの菜食と非菜食の伝統は、宗教やカーストとの関係が深く、街のレストランでは、 菜食主義者と非菜食主義者の席は明確に分けられており、両者が同席することはない。インドの菜食料理では、油やゼラチンなどを含む、一切の動物の肉や動物を原料とする食材を使用せず、卵も使用しない。しかし動物を傷つけずに得られる、乳製品はよく使用され、インドの菜食主義者のほとんどは、乳菜食主義者、ラクトベジタリアンである。さらに、 各種の豆類、穀類、ナッツなども使用するため、栄養学的に肉食は必要ともされていない。ヒンドゥー教やシ育ク教の寺院で参拝者に、無料で振る舞われる生産は菜食料理である。ジャイナの中でも、最も経験な信者は、植物であっても、葉、茎、豆だけを食べ、人参、や大根、ニンニク、玉ねぎ、芋などの根の部分を食べない。これは、 途中の虫などの生き物を殺さないためということが理由の一つである。さらに、その部分が体に当たるという考え、つまり枝葉ではなく本体部分を殺すことにつながるとの考えか、できる限り植物さえも摂取をすることを避けることによる。同様に、蜂を殺す危険の大きい蜂蜜なども取らない。玉ねぎやニンニクなど五君の摂取を避ける習慣はバラモンにも見られる。 一方、西ベンガル州やアッサム州など、東インドの菜食主義者は魚も食べるペスクタリアンであることが多い。非菜食の料理にも多くの種類があり、中央アジアからムスリムの征服者によって伝えられたものが多い。戒律上、すべてのヒンドゥーは牛を聖なるものとして食べず、すべてのムスリムは豚を汚れているものとして食べないので、一般に、それら由来のものは使われず、鶏肉、 洋肉、山洋肉、魚介類などが被災食料理の主な食材となる。最もよく食べられる肉は、比較的値段の安い山洋肉で、インドではマトンと英訳される関連があるが、羊の肉ではない。鶏肉は、比較的値段が高い。インド国民の所得が増加するに従い、食肉の消費量は増加している。日本には、インド人は、 毎食カレーを食べていると解釈している人が多い。例えば、インドには、主婦が自宅で作った食事を、出勤中の夫の職場に配達するダッパーワーラーというシステムがあるが、これを、家庭で作ったカレーを配達するなどと紹介されることが多い。しかしこれは正確とは言えない。インドにおける、カレー、カリーという言葉は、外来語である。インドの人たちにとって、 香辛料を使った煮込み料理は数多くあり、それぞれをそれぞれの料理名で呼ぶものである。香辛料を多用するインドの料理をすべてカレーと呼ぶのは日本料理で言えば醤油を使ったおかずをすべて同じ名前で呼ぶような乱暴な呼び方でる。カレーの語源には諸説あるがタミル語で食事を意味するカリという説が有力である。そういう状況をよく知っている人間は 逆に、インドに、カレーはないと述べる場合もある。ただし、旧支配国のイギリスが、一部のインド料理を、カレーという名前で、イギリス料理に取り入れたとにより、世界中に普及したのも事実である。インド人自身も、インド以外の国の人々向けに分かりやすく説明する、上で、この、カレーという言葉を使うようになっており、内外のインド料理店で、具材カレーとメニューに表記している例は多い。 例えば、ラース・ビハーリー・ボースは、当時の日本のカレーを、元来のインドのカレーとは違うとして、本格的なインドカレーを伝えた人物であるが、カレーという呼称は間違っているとはしなかった。カレー粉もイギリス人による発明品である。詳細は、該当項目3章。南インドには他にカリーポディという配合香辛料があり、カレー粉と英訳されることがあるが、 味も原料も異なる。一般的なインド人の感覚として、右手は清し、左手は不浄のものとされる。そこで食事中に直接料理に触れるのは、綺麗に洗った右手のみであり、調理された食材の食感を楽しむため、また、本当に清潔であるものかどうかが不明であるため、スプーンフォークナイフなどの使用は基本的に嫌う。左手はトイレで用を足した。 菜の処理をするためにも使われるため、せいぜい皿や水のグラスの外側に触れる程度に限られる。伝統的な作法ではスプーンなどを使わず、右手で直接パン類をちぎって汁物に浸すか、ご飯を汁と混ぜて口に運ぶことになる。その際、親指、人差し指、中指までの指先の台に関節までを使うのがより上品とされる。ただし、 西洋の習慣に慣れた都会の人は、スプーンやナイフを使うのにも抵抗がない傾向にある。また、ゆで卵の殻を剥く時など、どうしても両手を使わざるを得ない場合は両手を使う場合もある。清し、不浄の感覚は他にも徹底されており、揚げたり炒めたりする料理が多いのもインド料理の特徴である。これは、油で調理することで食品が浄化されるという。 不完に基づく。また食器に磁器、陶器よりも金属製のものが好んで使われるのも土からできた前者よりも後者の方がより正常であるとの考えからである。他者が手をつけた食べ物は汚れると考えられる。さらにヒンドゥー教では伝統的に清しと、不上の概念がカーストの概念に結びついている。カイカーストに属する人が触れた水や 水分の多い食物は、汚れると考えられ、かつては、高位のカーストと会のカーストに属する人同士が、同じ席で食事をとることはおろか、水を受け渡すことすら忌避された。職業料理人には、伝統的に、バラモン出身者が多く、行楽や旅行に、手作りの弁当を持参する習慣が根強く、家族が家で作った弁当を職場に配達する。 バーワーラーという業種が成立するのもこうし、理由からである。近年でこそダリットの女性たちによるケータリング事業が成功した例もあるが、カースト差別が違法となった今日でも職にまつわる差別は報告されている。インドの中華料理はコルカダに住む中国人によって紹介されたのが始まりと言われる。インドでの中華料理の人気は高く、特に大都市でよく普及している。 クミンやコリアンダー、ターメリックなどでインド人ごのみの味付けがされており、豚肉や牛肉はほとんど使われず、逆にパニールなどインド料理の食材が用いられる例がある。インドの中華料理店では、チャーハンやチャーメン、春巻き、チャプスイ、ストリー、桃などが食べられる。動作にチャーメンなど中華料理を挟む例も見られる。インド系移民と、 在外インド人の活動の結果として、インド料理は世界各地に定着している。特に、イギリスや旧イギリス領のマレーシア、シンガポール、フィジー、ペルシア湾岸、ケニア、南アフリカ、トリニダード・トバゴ、ガヤナなどでは、インド料理が地元の食文化に溶け込んでいる。チキンティッカマサラは、イギリス生まれのインド料理で、イギリスの国民食の一つと呼ばれている。コア料理は、 ポルトガルとその植民地に伝播し、マカオ料理などに影響を与えた。また、カレー粉の普及により、世界各地にカレー料理が生まれている。インドを発祥とするムルタバは、貿易を通して、東南アジアに伝わり、現在では、同地域やアラビア半島で食べられている。日本では、チャンドラボースやイギリス海軍の影響になどにより、学校給食でカレーが取り入れられるなど、 ラーメンと並び、カレーライスが国民食となっている。全国各地では、その土地ならではの味付けや食材、コンセプトを用いたご当地カレーも登場しており、日本独自の食文化となりつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。